ウェア側から見た大聖堂ダラム大聖堂はイングランド北東部のダラム州ダラム市にあるイングランド国教会の大聖堂である。イングランド北東部ダラム州ダラム市にあるダラム大聖堂は1093年に創建され、今もなおキリスト教信仰の中心地としての地位を保っている。この大聖堂はノルマン様式の教会としてはヨーロッパで最も成功な建築物の例とされており、 ユネスコにより、そばに立つダラム城とともに、世界遺産に登録されている。大聖堂とダラム城は、ウェア川を見下ろす、崖の上に建てられており、パレスグリーンと呼ばれる緑地を挟んで向かい合っている。ダラム大聖堂は、教会の建物とリンディスファーン島の聖人、リンディスファーンのカスバートの聖遺物を保有しており、一般公開されている。また、セイオズワルドの頭部と、 セ米ベダの遺体も安置されている。さらに325段ある階段を上ると高さ66メートルの塔の最上階にたどり着く。そこからはダラムの街と周辺地域の眺望を楽しむことができる。ダラムの主教は代々絶大な権力を持つ領主主教であり、19世紀半ばまでその権勢が衰えることはなかった。今日においてもその地位はイングランド国教会中。 第4位であり、そのため現在では、ダラム州を示す、表示物に、領主主教の土地という添え書きがなされているものも多い。ダラムの主教座の起源は、635年頃のサンブリア王、オズワルドの命を受けて、聖英団が創設したリンギス・ファーン主教座領である。その地位は六十四年に、ヨークの主教のもに関されて途絶えたが、七十八年には、 カンタベリー大司教の手によって復活した。リンディスファーンの宗教共同体は多くの聖人を輩出したが、その中でもセーカスバートはダラム大聖堂創建に決定的な役割を果たすことになる。875年、バイキングによる襲撃を繰り返し受けたため、リンディスファーンの僧侶たちは島から逃れ、セカスバートの聖遺品ともに各地を転々とした。 リンディスファーン司教座は882年に、チェスタールストリートに、宗教共同体が設立された後、995年までは、この地にあったが、さらなるバイキングの襲来により、僧たちは聖品と共に再び逃れねばならなくなった。現存する大聖堂は、ダラムの初代領主司教であった、ウィリアム・オブ・セント・カリレフの下で、初めて計画、建立された。 1093年に建設が始まり、ウィリアムはこの計画の完成を見ず1135年に亡くなったが、計画は後継者であるラヌルフ・フランバードに引き継がれた。ダラム大聖堂は今もなおイングランド国教会ダラム主教区ダラム主教座の地位にある教会である。また映画、ハリー・ポッターシリーズの中で、 ホグワーツ魔法魔術学校として登場する。映画の中では、この有名な塔の一軍の先端には、戦闘が被せられ、ロケ地がダラム大聖堂であることが、観客にわからないよう目立たなくされている。一方、大聖堂の内部は、映画、エリザベスの撮影に使用された。この地に伝わる伝説によると、この時の僧たちの放浪の際、茶褐色の目牛を探していた。 父絞りの二人の少女に出会った。少女たちを先頭にして歩いていると、ウェア川が蛇行しているためそこに輪のような形に突き出した土地にいつしか入っていた。この時生活バートの棺をどうしても動かすことができなくなったので、これは新しい教会をこの地に建てるべしという神のお告ぎであると解釈されたのだという。この地が選ばれたことの現実に即した理由としては、一つは、 防御に大変適した地形であったこと、そして当時の司教、アルドゥンが代々のノーザンバーランド博と強い隕石関係を結んでいたことから、ここに共同体を作れば、白尺の庇護を受けられる、との思惑もあったものと思われる。大聖堂内部の様子、天井に X 因型のアーチが確認できる。この大聖堂が注目に値するのは、建物株への負担を軽くするために、 建物中央部の屋根に梁を肋骨状に並べる方法でアーチ型を採用し、さらに印型に交差するアーチ群を併用した。これらのアーチは比較的細身の角柱と太い円柱を交互に配列した柱の列によって支えられている。飛び張りあるいは側壁との接合部分は廊下の真上にあるトリホリウムの中に隠されているこの2点にある。こうした作りは、 ダラム大聖堂が12世紀後半にフランス北部で見られるようになるゴシック様式建築の先駆であることを示している。また、建設に際してノルマン人の石膏が関与していたことは間違いないが建物自体はロマネスク様式であると考えられている。交差型のアーチと肋骨状に針を通したアーチ型屋根を巧みに利用したことでそれ以前よりもはるかに凝った そして複雑な一階部分の設計が実現することになった。さらに外壁を支える技術の利用により、より高さのある建物の建設と、より大きな窓をその側壁面に取ることも可能になった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。